山本周五郎作、兵法者。一。漢文という年代の中頃、ある年の冬の夜のことだった。日立の国、水戸の城中、殿の井の間で、当番の侍たち数名の者が、日よけを囲んで話しかしていた。 殿井部屋は、ご主君の信者に接しているので、日よけを入れたり、話をしたりすることは、禁じられるのが通例である。水戸でも、寄さの代にはそうだったが、三国が世を継ぐと間もなく、殿井番というものは、非常の備えだから、いざという時、手足が冷えこごんでいては役に立たぬ。火も起き、 ゆちゃもすすり、戦物語などもして、身体伸びやかに詰めさせるがよい。そういうことで、初めて許されるようになったのである。その世の話は、武田春信と、上杉テルトラとの優劣の論が中心だった。川中島に戦うこと14年にわたって しかも決定的な勝敗を見ずに終わった両者の器量、地民の方など、どちらにも一長一短ありで、論はなかなか尽きなかった。すると、その座にいた標法者何菓子という者が、突然押しかぶせるような調子で口を挟んだ。三木殿の論をはじめ、大概、 紅葉軍艦を元にしておるようだが、あれは虚毛の書で信ずるに足らぬ。詩人の読むべきものではないとさえ申すくらいだ。そのような書を元にしての論は、無役なことであろう。口ぶりが、あまり無遠慮だったので、三木幾之丞は、むっとした。 応用軍艦が武田の求心によって書かれたものであり、従って武田氏にエコの部分があるということは聞いている。これは旧主従の吉見としてありがちのことで、我らが御主君の年季を編むとするも必ず避けられることではないであろう。しかし、虚妄にして真んべからずという説は今初めて耳にする。 そういうからには何か根拠があってのことと思うが、どういうわけで信ずべからずと断言するのか。すでに軍艦が武田の急進の線になり、エコの情が多いとわかっているなら、虚毛と申した根拠の詮索には及ばぬであろう。強報者何がしは冷ややかに答えた。 ただ、それがしは、さような信じがたき書を取り上げて、いかにあげつらってみても、現在ご方向の少年の固めには役立つまいと申すのだ。明らかに言葉は、彼の好む方へと曲げられた。幾の情は、若いので早くも額を白くしたが、何がしは、それを無視して続けた。 新参者のそれがしにはよくわからないが、ご家中には、お神の学問ご奨励を吐き違えて、書を読む風は盛んだが、武芸に出世するものは案外少ないようだ。これでは武士として万一の時心もとなく思われるがどうであろうか。まるで挑みかかるような口調である。 捨てておくと口論になると思ったので、年笠の一人が、武芸といえば女将のお相手に出たときと、さりげなく話題を他へと変えてしまった。標法者何がしは、三国に見い出されて召し抱えられた新山である。当方の達者として見い出され、お気に入りの様子で常々側近に仕え、 新残には例のない、とのい番にさえ出る、筋骨の優れてたくましい怒り方の、いかにも標本者という体つきである。僧帽も巨僧もかなり存在で、家中との折り合いはあまり良くなかった。どうしてあのようなものを好んでお近づけなさるのか。そう言って、三国の意を、 不信がる者も,も少なくない。特にこの頃彼は苛立っている様子だが、おそらくは、標本者として召し抱えられたのに、まだ師範の役を申し付けられないのが不満なのだろう。機会のあるごとに、己を前へ押し出すような口を聞くのだった。その世から数日過ぎたある日、三つ国は、 標本者何が子を連れて、庭を歩いていたが、ふと思い出したように言った。先夜、その方、とのいばんの時に、法要軍艦は虚毛の書なれば、詩人の読むべからざるものだと申していたが、あれは少し違いはせぬか。なるほど、筆付きにエコがあり。 記述に誤りがないではない。けれども、戦者はその時代に生きて先人を浴び、工房主営を目の当たりに見て書いたのだ。本読して学ぶべきところは少なくないと信ずる。また、そうでなくとも、師書を読んで事実の真偽を詮索するのは、学者の仕事であろう。 武士には武士の読みようがあるはずだ。そうではないか何がしは、母、はあ、と言ったが、重複した声ではなかった。三国はしばらく黙って歩いていたが、その方は、一体どのような少年で世に奉公するぞ。 それは申し上げるまでもないと存じます。いや、聞きたい。もうしてみろ。こちらへ背中を向けて、静かに歩いている。その背中に、三つ国の厳しい意志が漂白されているようだった。何がしは公然と眉を上げて。私はいつにても神明を立て祭る。 この一年にてご奉公をつかまつります。確かに。そうつぶやいて、三国はうなずいた。に。確かにそうであろう。だが、その少年に揺るぎがないかどうか。一口に神明を捧げると申しても、 実際にはなかなか難しいものだ。大事に当面すれば、ここぞという見切りはつく。しかし、過剰左半のうち、それとは見えぬ事柄の中に、その見切りがつくかどうか。私たくしの投法は標榜者何がしは 三国がまだ続けようとする言葉を遮っていった。その大事生事に紛れのない少年を固めることをもって真髄といたします。三国は振り返った。そして何か珍しいものを見つけでもしたように、何がしの顔をつくづくと眺め、やがて、 そうかと静かに頷いた。その時以来、三つ国の目が、時折自分の虚書に鋭く注がれるのを、標本者何がしは感じ始めた。彼は心を引き締めた。ご主君は自分を試みようとしておいでになる。そう思ったのだ。彼は召し抱えられる前から、 水国を警護していたが、そば近く使えるようになって、一層その感が強くなり、このお方のためには喜びを持って、神明を捧げることができると確信していた。およそ侍として、衆遣いをするに、その覚悟のないものはないだろうが、彼は、己の確信を、 誰よりも確かだと自負している。投法というものは、奥底の知れぬものだから、自分が名人上手であるとは思わない。けれども、長い困難な修行によって得,得するところがないではなかった。自分のは、投法のための投法ではない。侍として、ご主君に報ずる。 不動の一念を固めるためのものだ。彼はそれを一筋の目標として生きてきた。したがって、庭で三国に答えた言葉は、思い上がりではなく、確信を正直に述べたまでに過ぎない。もしご主君が自分を試みようとなさるのなら、むしろ喜んでその試みに応じよう。 おそらく、それを機会に自分の用いられる時が来るであろう。彼はそう思って、油断なく努めていた。するとある日、にわかに召されて思考した彼が、襖の際に警服した刹那。その襖が左右から凄まじい勢いでぴしりと閉められた。その陰に、 若侍が隠れていて、彼が敷居の上へ平復する途端に閉めたのである。しかし、激しい勢いで閉められた襖すまは、彼の頭を中心に一尺ばかりの空間を残してぴたりと止まり、彼自身は見揺るぎもせず平復していた。側近にいた寺社たちは、 ちょっと意表をつかれた様子だったが、三つには微笑して、よしよし、格別用事ではない、ふと思いついたいたずらだ。もう下がってよいぞ。そう言って機嫌よく頷いた。彼は再敗して座を滑った。寺社たちはその時初めて、 彼が敷居の上に鉄線を置いていたのを見つけたのである。さすがに。そう囁き合う声を耳にしながら、彼は午前を下がった。それから幾日か経って、三つ国はまた彼を連れて庭を歩いた。春のように暖かい日で、枯れ芝の上には影楼が揺れ、 林のあたりでは、のどかに小鳥のさえずりが聞こえていた。戦地のほとりを故障しながら、彼は問われるままに自分の流儀のことを語った。三には、もともと非凡な力量を持ち、古典具流の東方にも詳しかったので、問いかける言葉は鋭く、かつ、 要点をついたものだった。それゆえ、油断をしてはならぬと思いながら、彼はいつかしら門道に気を取られ、沸騰襲われるようなものを直感した時には、激しい力で横から突きのめされていた。それは、戦地へかけた橋の上だった。全くの不意をつかれた彼は、橋から池の中へ、 しぶきをあげて落ち込んだ。三国が非常な両力を持っていたという例として、人とば端で話をしながら、両手の指で我知らず火箸をないあわせてしまったという話が伝えられている。その大力で不意をつかれたのだから、全く手も足も出なかった。 頭から水浸しになって上がってくると、光つくには笑いながら、享保者には似合わぬ油断だなと言った。彼は並行した様子で、まことに見苦しい様をご覧に入れて恥入りますと答え、そこそこに午前を下がっていった。翌日もまた、彼は庭へ小銃を命ぜられた。 そしてその次の日も、さらにまた次の日も、三にはしきりに彼を庭へ連れ出した。そういうことが四五日続いたある日、いつものように戦地の架け橋へ差し掛かると、もう少しで渡りきろうとした時、三には突然また彼を、だっと突きのめした。 表彰者何がしは体をひねるように見えたが、そのまま横さまに池の中へ転落した。三つには彼の上がってくるのを待って、その方は水へ落ちるのが校者だなと言った。何がしはずぶぬれのままそこへ手をついて、恐れながら、 おかみの左のお袖をご覧くださるようと言った。三。言われる通り、左の袖を見ると、たもとの端に小塚が縫い込んであった。突き落とされる刹那の早技である。三にはそれを抜き取ると、彼の目の前へ投げ出しながら、厳しい小姉で 確かにその方の少年を見た。糸間を使わす。もはや主従ではないぞ。そして、あっと目を見張っている彼を後ろに、さっさとそこを立ち去ってしまった。この始末を密かに見ていたものがある。それは三木育之丞だった。彼は、ご主君主語の意味で、 どんな場合にも必ず見え隠れに後をつけていたが、そのため橋の上の出来事を二度とも司祭に見た。だが、今完全に見た二度目の思いがけぬ結末は、彼にはどうにも理解することのできないものだった。何のためのご感動だろう。何がご不況を招いたのか。 五天の方へ去って行く三国の後を追いながら、幾之城はあれこれと考え巡らしてみたが、どうしてもはっきりうなずくことができなかった。一時ほど経って幾之城は三国に召された。標法者何がしの住まいへ行って、彼の様子を見て来いという申し付けだった。 城はすぐに立っていったかなり手間取って戻った報告によると何がしはすでに家の始末をして立ち退いたということだった「浜街道を取って立ち退くのを認めたと申す者がございました」「呼び返してまいれ」くにはさっと色を変えながら言った耐えて見たことのない厳しい調子だった 笹助三郎と九座を連れて行け。はっと幾の城は午前を下がり、笹助三郎、中野九座衛門の二人に胸を伝え、馬を揃えて城を出て行った。浜街道をシックしていった彼らは、城下から三里ほど南にあたる小さな村外れで、兵放者に追いついた。 馬蹄の音を聞きつけた何がしは振り返って三人を認めると、傘を脱いで道の傍らに立ち止まった。真っ先に乗り付けた幾の嬢が馬を降りて三国の命を伝えた。お召し返しとな。彼はそう言って三人の顔を次々に見回した。 そしてさっとびんのあたりをあおじろくした「よびかえせ」というおせかもういちどいうとやむをえぬそうつぶやきながらなにをおもったかいきなりそこへすわりえりをくつろげたどうなさる助三郎がこえをかけておしとめようとしたがそれよりはやく。 表彰者何がしは差し添えを抜いて腹へ突き立てていた。素早く断固とした滑腹である。三人がむしろあっけに取られて立ち尽くした。三人の覆面を聞いたとき、三つくにはしばらく黙っていたが、そうだろうと。 しばらくしていった。それだけだった。そうだろうとは、いかにもその結果を見通していた感じなので、三人にはますますわからなかった。しかし、聞き返すわけにもゆかず、そのことはわからぬままに忘れられていった。それから二十年余りの歳月が過ぎて、 元禄三年に三つ国は知事し、大田郷の西山というところに陰性した。桃源維持という書に、西山の御山荘は、とりわけわびたる恩ことなり、御縁はかや表ふけるが上に、しわきりという草追い茂れり、御紋章には、スタカツラ灰いかかり、 表の方に竹垣一重のみありって、その外は山に続き、か囲いというもの一重もなし、うんぬんとある通り、極めて簡素な暮らしであり、わずかな地震たちも多く付近の谷陰などに住居を持っていて、交代に詰めるという風だった。ある年の霜月。 しぐれのふりしきる酔いであった。三木育右衛門、先の育之丞は、珍しくただ一人、ばたでお話し相手を務めていたが、ふと言葉が途切れたとき、思い出したように、二十四年前に、しゃ者何がしという者が、しばらくおそばに仕えていたのをご記憶そばすかと尋ねた。 三国はよく覚えていたらしい。炉の火を見つめたまま静かに頷いた。かの者のについて今日に至るまで合点の参らぬことがございます。折あらば魚意のほどを伺いと存じておりましたが。なんだ三国はやはり火を見つめたままい もうしてみい。幾右衛門は静かに、かの何がしにおとまの行意がありました説。私、物陰より始終のことを拝見しておりました。その前に、午前が初めて彼を池へお年とし遊ばした折にも、やはり密かに拝見していたのでございます。けれども、二度目の時、ご不況がいかなる死災によるものか。 どうしても愛わかりませんでした。それからまた、ささと中野の三名にて、彼を呼び返しに参りまして、彼が即座に滑覆した始末をゴンをつかまつりましたとき、そうであろうとの仰せでございました。私どもには彼の滑覆した所存も図られず、仰せの意味も、恐れながら拝察いたしかねました。 いかなる魚意でございましたろうかお申し聞け願いと存じまする。幾右衛門の言葉が終わると、三国は袖を追って炉にくべながら、あの頃は俺も若かった。無残なことをしたと思う。そう、短索するように言った。 四。日しを打つしぐれの音が、ひとしきり激しく、山から聞いた家計を、こうこうと水の走るのが聞こえる。彼はいつでも神明を立てつる一年にて、俺に仕えると申した。三国は静かに言い出した。 侍としては当然な覚悟である。しかし、その方たちには限らぬ、この俺も青年の頃からその覚悟でいた。我が命は今日限り、俺も日々そう思い極めて生きてきた。その方たちが俺に仕えるごとく、この三国も、 奥儀に仕える侍であり、奥儀はまた近帝より誠意の勅命を拝している。下は足軽小物より、上は誠意大将軍に至るまで、いつ何度来たりとも神明を捧げる一存に生きる。これが侍の道だ。 己自ら一命は今日限りと思いきわめ、館を出れば再び館へ戻らず、水戸を出るときは再び水戸の土を踏むこと当たわずと思い、常住厳しく身を辞した。覚悟はその通りだったけれども、 体はなかなかそこまでは徹しきれぬ。疲れを感じれば眠くなり、飽きればあくびも出る。歓楽には誘われ苦労は避けたい。こういう弱点を国起の心で抑えることはできるだろう。だが、抑えているのでは三年五年はともかく、 生涯は続かない。侍の生き方の厳しさは、厳しさが常のものになりきることだ。そうなって初めて神明をささげる一年が、不動のものとなる。そこまで言って三国は、静かに色の灰をかき鳴らし、しばらくは、 雨音に聞き入る様子だった。今、三国は、青年の頃から自分の命はその日限りと思い極めていたと言った。幾重門はその言葉から、思い当たる多くの事実を回想することができる。三国は、副将軍とも言われる身分でありながら、生活ぶりは、 驚くほど感想を極めていた。身の周りのものすべて、式用のものを別として、衣服もちょうども、むしろ粗末な品が多く、つねぎなどはいくたびも洗い、自ら糸針を持って次剥いだものを用いた。大日本史編纂のために、書籍だけはついえを惜しまず購入したが、 骨董器物には目もくれず、また身辺に、心臓悲願の類いを一物も置かなかった。例えば、人から書簡が届くと、その署名顔のところを切り抜いて下中し、あとは裏を返して手帳を作ったり、余白を貼り継いで漁師に使ったりする。紙を無駄にしない意味もあるが、 重要ならざるものを身のわりに置かないという戒しめが主であった。処方から送られる神物なども端から人に与え、いかに機関のものでも取っておくということがない。思い返せばまさしく一日一日死を期した人の生き方だった。一死奉公の他に、 何一つ執着を持たず、いつ死んでも悔いを残さぬ生き方だった。幾右衛門は今、改めてそのことに思い当たり、己の身に引き比べて心がすくむように感じた。かの何がしは、なかなか見どころのある男だったと、 三国は、やがて静かに続けた。けれども、まだ画集が取れず、かつ、己の得得した標法にとらわれていた。いつでも神明を俺にくれるとは言った。おそらく、その言葉に偽りはなかったであろう。しかし、 それはそう覚悟していたというに過ぎない。はじめ不意に池へ突き落としたとき、油断だなと俺が言った。標法にとらわれていた彼は、その一言で少年が外れたのだ。それで、二度目には突き落とされながら、俺の袖へ小塚を縫い付け まことに彼が三国へ神明を捧げているのなら、抜き打ちに切られても手出しはできぬはずである。それが、油断だなという、わずか一言のために心くらみ、主従の部を超えて、己の標高についた。しかも、そのことに対して、 いささかも疑いを持とうとしておらぬ。伊東間を使わすと申したのは、そこを悟らせるためであった。しかるに彼は大国したという。俺はそのまま他国へやってはならぬと思った。自分で悟らぬなら申し聞かせてやろう。 それがわずかなりとも主従の縁を結んだよしみだ。そう思って呼び返したのだが、彼はその胸を聞くと顔色を変え、即座に腹を切ったという。顔色の変わったのは、おそらく自分の過ちを悟っていて、俺の前に未練な姿を晒したくなかったからであろう。 それくらいの覚悟はある男だった。その方たちの覆面を聞いてそうだろうと申したのは、その覚悟がすぐにわかったからだ。何か考えがこみ上げてきたかのように、そこで三つくにはふと言葉を切って目をつむった。 イクエモンは、ああ、そうだったのかと思いながら、体中の神経が鋭く引き締まるのを覚えた。さっきミツクニは、自分が若かったから無残なことをしたと言った。それは、そのような方法で何がしを試みたことが、今は心を痛めるのに違いない。しかし。か 果たしてそれが無残なことだろうか侍の生き方の厳しさ、厳しさが常のものになりきることだ。三つ国その人でさえそのように自戒しているではないか侍の方向はご主君に神明を捧げるところから始まる。だが、 神明を奉るということは生やさしい問題ではない。その覚悟が過剰左半の中に溶け込み、全く常のものになりきっていなければ、その時に当面しても死ぬことはできないであろう。何が死は、奉公の少年ということを口にし、神明を捧げると言いながら、 それほどの試みにも耐えることができなかった。三国が彼を試みたのは、侍の生き方の厳しさが、どのようなものかを悟らせるためであった。自分が先に一個の侍として、厳しく身を辞した三国の腰方を思い返せば、それはむしろ、慈悲であったというべきだろう。 だが、この俺はどう生きてきたか。幾右もんは改めて自分を帰り見た。そして、立然と息を呑むより他になかったのである。ふけてゆくよをこめて、雨は悔やみもなく降りすきり、炉の火のはぜる音が、 時折部屋のうちにひっそりと反響を呼び起こしていた。